おはようございます。ようこそお越しくださいました。ゆっくりハムスターのきなりです。今日も占っていきます。少しでもあなた様の一日のアドバイス、きっかけになれば幸いです。それでは早速行ってみましょう。まずはラッキーナンバーとラッキーカラーを出していきます。ラッキーナンバーとラッキーカラーは占い中、僕の上に表示されてます。サイコロの出目がナンバーサイコロが転げた先の色がカラーです。本日のラッキーカラーはオレンジラッキーナンバー3です。それでは続きましてタロットカードで占っていきます。シャッフルして2枚のカードを出しています。どちらか選んでいただいてもいいですし、両方の結果の複合でも OK です。アルケミアタロットカードを使っていきます。どちらか選ばれる場合は決めてください。リーディングに入っていきます。約10秒間お取りしました。進めていきます。まずは1枚目めくります。悪魔の聖域が出ました。心の中の悪魔に負ける。心の葛藤の末、悪魔に軍配が上がってます。あらゆる誘惑に抗えず、飲み込まれていくことを暗示します。頭上の逆さまのごぼう星は欲望が理性を奪うという意味があります。理性が効かなきなれば、もっともっとと欲求はとどまることを知らず、さらなる強い執着を生んでしまいます。もっとも受け入れがたいと思っていたことが、現実化しようとしているようです。できるなら避けたいと思っていたことや、信じたくない事実に、直面しなければいけないかもしれません。悪魔の象徴は、弱さや我欲、報われることのない思いなど、バランスを欠いた状態の感情です。理性によって押し込められている負の力が、何かの拍子に漏出し、不利な状態に陥ることも考えられます。過去のトラウマや、苦しい思いが蘇るような体験を、暗示していることもあります。悪魔の聖域の意味は悪夢のような出来事から抜け出したい、報われることのない愛、期待外れ、強欲、ぬるま湯から抜け出せない、不純な動機、非情。2枚目めくっていきます。カップの騎士の聖域が出ました。理想を達成する喜び。理想としていた場所に、ついにたどり着くようです。夢が叶い、すがすがしい喜びが溢れます。新しいことが始まる気配です。すべての物事が、滞りなく進行することを暗示しています。積極的な態度で挑むことで、不可能と思われたことも可能でしょう。愛情を傾け、丹念に育んできたことが実りを迎え、成功を手にできます。経済面でも有望な兆しです。進行中の企画や、新たなプロジェクトに積極的にエネルギーを傾ければ、昇進や昇給が可能になるでしょう。カップの騎士の聖域の意味は情熱的、ロマンティスト、繊細、愛情関係、気前の良い人物、プロポーズ、社会性、成功、満足のいく結果、満ち足りた状態、チャンス。本日の占いは以上になります。少しでもあなた様のお役に立てれば幸いです。最後までご視聴ありがとうございます。気に入っていただけましたらチャンネル登録・高評価をよろしくお願いします。ぜひまたお越しくださいね。